えーとあーお疲れーとダークネスローズですえー、っとねもうね3時になってるわけ <laughs> えーっと今日はねえー、っと10月の6日の火曜日ねでもさ夜中の3時にもうなってるんやけどうんなんかいつもねなんかもうちょっと早い時間にどうのこうのって思う割にねいつもこの時間になるね 今日ちちょょっっとと普通の配信はやらなないいか眠今すぐ寝る感じではないけど、うん、このこれ撮ってからちょっとしてからもう寝るかなっていう感じがするなんか今日眠い <laughs> なんかめっちゃ寝てる気がする昼なんか夕方もちょっと昼ちゃうなあれな夕方もちょっと寝たしみたいなじゃあ寝られへんのんちゃうって思うかもしれんけどすでに眠いよ、ね うん、このパターンは寝れる。多分。まあそう、ちゃんと寝れるかどうかわからんけど。その、何時間もちゃんと寝れるかどうかはわからんけど、とりあえず寝れるは寝れると。うん、どうでもいいね。<laughs> えっとね、テロップにも書いてるけど、あの、YouTuber のラファエルが、まあ俺もよく見てるんやけど、割と好きなんやけど、の、ラファエルがさ、まあ結婚しますって、何日、今日おとといやっけな。その動画自体上げたのは昨日とやったかな。昨日、昨日の昼とかやったかな。 日曜だったような気もするんやけどな、まあ、それぐらいに上げてた動画で、まあ、中でそんな話をしててでそのそれがまあネットニュースでバーっと広がったんよねその動画出した自体は多分それよりちょっと前なんやけどで俺はそれを見たんやけどでその,その動画見た時はそのまあ 今日改めてねそのネットニュースが出回ってその知り合いからもなんかその結婚するらしいねみたいな話ねお俺がじゃないで、ね、<laughs> 俺じゃないのになんで俺に送ってくるんやろなと思ったけどなんか送られてきたりとかしてたからまあ俺が好きだからなんかなんか分からんけどまあ送られてきてたからあああれガチなんやなと思って <laughs> その改めてその動画を見返したりとかまあしたりとかしたんやけどあのー まあね、なんでそ,のそれがガチなのかとかネタなのかって y o u t u b e r y o u t u b e 言うたな YouTuber の人とかってよくまあタレントとかでもあるけど結婚し僕たち結婚しますみたいなネタってちょいちょいあるんよねその嘘でねあの前の柴田と天ムの結婚しますとかそんなんがね結構あったりうんちょっと待って。 うん、そういうなんかネタで作りでやったりとかするパターンがあるからでラファエルも確か以前に同じようなことしたことあるはずないよ結婚してましたとか結婚しますとかみたいなのって結構2回ぐらいあったよう、ね、な気がするんだからまた作りでやるんかなと思ってで,でもそ一応ガチですみたいなことをその動画の,あのサムネガなんかに書いてあったりとかテロップに書いてあったりとかしてたからああガチなんかなとかぐらいにそんなに 深い意味で考えなくて、うん。その作りではないけど、なんか話題作りみたいなやつなんかなと思ってたんよ。でもまあ、あんだけネットニュースでバーって回ってて、まあ、回るよね、そんだけ有名な人がやったらね、と思うんやけど、まあ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 、そうなんや、みたいな感じやって。 でまあ、おめでとうございますやんねでも別に俺その当たり前のことやけど接点があるわけでもないし絡んだこと喋ったことがあるわけでもないからそれをだ,だからおめでとうございますってなんか花を送ったりとかそういうことではないけどまあ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 、うん、まあまあ一ファンとしてね、うん、おめでとうございますみたいな感じなんやけどその相手がね まあ例えばさちょっと前にあのか歌舞伎って分かる人いるかな歌舞伎っていうユーチューバーの人なんやけど、まあ、昔よくそ,のそれこそラファエルと一緒に絡んでてその街でなんかナンパ企画みたいなんとかそういうちょっとエロ系の企画とかをよくやってたそのなんか相方みたいなラファエルの相方みたいなやつなんか昔2人でなんかあの「すする TV」ってあのラーメン食ってるユーチューバーの人と一緒に絡んだりとかそんなの俺見たことあんねんけど、まあ、そんな風なことしてた。 の人はまあちょっと前に結婚したよねあの浜田翔子っていうグラビアアイドルの子めっちゃ可愛いよあの子ね俺,俺割と前からめっちゃ好きなんやけどまさか歌舞伎と結婚するとは思えへんかびっくりしたけどな、うん、まああそこもまあねそうあ,れあれはね話題作りでもな、まあ、話題作りにもなってるけどまああそこもガチなんやけどねまあそういうこともあったりとかしてで今度はラファエルや でも相手はそれこそそういう、まあ、ラファエルのイメージで言ったらさ例えば元キャバ嬢のね例えば元ナンバーワンの誰だあの,あの佐木吉さんとかあと誰やあの名前が出て「進撃のノア」とかあの辺絡みよくあるやんかラファエルとであの辺とかなんかなとか、まあ、YouTube とかで名前堂々と出てないけど結構有名どころの その大阪とか名古屋とか東京とかの,そのちょっと有名なキャバ嬢の人なのかとか元ね今,今現役じゃなくて元のそういう人なんかなとかっていうイメージもワンチャンあるやんか。まあその過去付き合った相手とかはそんな人が多いとかって多いとか少ないとかっていう本人もねそのネタだったり本音だったりするんやろうけどまあそんなんあるけどまあね その相手はあのー、まあ黒髪ロングの普通の女性ですってスタイルはいいと思うしその別に絶世の美女とかではないけどその僕にとってそのラファエルにとってはその最高の女,女性というかまあ一番そのフィーリングが合うみたいなね。 なんかその本人が語ってた分ではその同棲をしてたいねまあこ,れこれめっちゃ分かったんやけどそのラファエルの話してああそれはすごい分かるなと思ったけどだいたいさ一回同棲してみるとその結婚するの分からへんっていう話その結婚する前にね一旦同棲して一緒に暮らしてみて初めて分かることがあるみたいな話ってよくするやんかで俺もそれもすっげえ分かるんよ。同ままで行かなくても例えばほん、ま 月何日かか一緒に過ごすとかそれこそちょっと遊びに行くとかじゃなくてもうそ,のその人の家にその通い妻じゃないけど週1ぐらいでさ家に来て泊まってぐらいの程度じゃなくてもうほんまに月に着きちゃうわ週に3日ぐらいもう一緒に泊まるどっちかの家にねみたいな生活をしていれば大体それ近くなってくるやんかそれを徐々にそれ3だったの4にして5にして最終的に同棲にしてみたいな。 感じやんかそういう風にしていけばその共同生活する上でのものが見えてくるし今までその別々に暮らしてた時には見えなかったことが素の部分というかそのベールに隠れてた部分が見えてきたりとかその本当の意味で合う合わないみたいなのが出てきたり嫌なところが見えてきたりとかっていうことがあると思うんやけどそういうのって基本的にさ好きな相手にさ悪いところをわざわざ全部全部見せようとしないわけやん。 いいところは逆に見せようとするわけやん。自分のこと好きになっても,もっと好きになってもらいたいし、いいように見てもらいたいから、誰だってそうやけど、いいところはそりゃ率先して見せようとするやん。でも、悪いところは率先して隠そうとするやん。なるだけね。なるだけ見せたくない。分かってるけど、いずれバレてしまうの分かってるけど、なるだけ気づかれたくないって、それは思うのが真理やんか。人間のね。だからさ。 その同棲したらそれが隠せなくなるやん言ったら週に1日しか泊まらないとかそのまあ泊まることもさえしないもう普通に外で会ってデートしてほんでまあ何やったらホテル行ってとかそ,のそういう1日のデートを、まあ、週に45回やるにしても別に泊まるわけじゃないまあホテルに行く言ったってねそのやることやるだけやから別に泊まるわけじゃないわけやんか。ってなったらその,その人の。 例えばその,その時間が例えば10時間なり15時間なり、まあ、1日丸々いるわけじゃないし一緒に寝るわけでもないしってなったら割とねその人のネガティブな部分というか見られたくない部分を隠すことって可能なんよねそんだけその修理に3日も4日も会ってたとしてもそのいる時間が限られてるからその間隠せばいいだけやんかだから悪い部分隠せるんよね やけどその同棲するようになったら隠されへんよねたとえ自分の部屋があってある程度そのプライバシーというかそういう一人の時間が作れる状況にあったとしてもやっぱ同じ空間に住んでる以上はなかなかそうはいかんし多分そんなことないよねもともと一人暮らしの部屋にどっちかが転がり込むわけやからその一人の部屋なんてまあないやんかそんなある程度金持ってていいとこに住んでたんやったらそうやけど大体ワンルームに住んでるでしょ男も女も。 一人暮ららしやったらね金がない時代で若いやつやったら。やったらさその別々に住むっていうかその同じ家に住みつつ、まあ、一応一人の時間も作れるようにみたいなことできんやんかそもそも。だから常に同じ空間に、まあ、どっちかが出,てその出かけたりせん限りは常に同じ空間にいるわけやんかだから隠されへんやんそういうネガティブな部分というか。 その今まで見せてこなかった部分が絶対見えてくるわけなんか。そしたらさっきも言ったけど、そのいいとこは常に見せようとする。例えばデートにしか行かなくても、その人の前ではカッコつけたいとか、綺麗に見られたい、可愛いと見られたいっていうふうにするから、いいところはある程度相手に伝わってるんや。好きなんやしね。しかも。だいい、その好きな時は悪いところは霞んで見えるし、そのいいところはバーッと前に出てくるわけよ。その、好意的な目で見てるからだから。 そのいいとこ分かってるでもいざそういうじゃあじゃあ逆にもうそれはだってあ,あえて隠そうともしてるやろうし、ね、悪いところそんなねあらその見,見せなくていいようなものをわざわざ見せる人はそういないからだから隠すそのメイクとかもそうよそのノーメイクというかそのすっぴんを見せる見せないとかもあるけどそういうのと一緒でその見せようとしないわけや。 自分がその嫌われてしまうファクターになるものを見せようとしないわけやんかそしたらそういうのが見えてくるわけやんかいいところはもう見えてるわけやから改めていいことが見つかることなんてまあないわけやん言ったら絶対に悪いところの方が見え,て見えちゃうわけよでそれを見た上で今後も付き合えるか結婚できるかっていうのを測るために同棲した方がいいよっていう話なんよだからその多かれ少なかれ悪いところが見えてくるものなんよ同棲したら それはもうしゃあないと思ってるんよ、俺的には。俺も実際に前、過去に考えたら大体そうやし、お互いにね、向こうにも言われたし、俺もそう思ったし、みたいな。え、そんなめんどくさいこと言うんやとか、そんなめんどくさいことするんやそんな変なことするんやとか、まあ、言われたし、言ったし、みたいなことがやっぱりあるんよね。でも、ラファエルはその、今、結婚相手の人ね、なんかよく片栗って呼んでる人ね、そのラファエルの Twitter とか、 あのインスタとかを見てる人やったらわかると思うけどカタクリっていうよなんかやっけワンピースのキャラかなんかっ俺もちろん詳しくわからんのやけどなって呼んでるんやけどその女の人のことよく出てくるん会食に行ったとかそのもちろんそのマネージャーのイ、e、ーさんとか何てっけスリエ君やっけあの辺の子とかも絡んでたりとか話したことももちろんあるらしいしまあそれ、ね、その家に住んでたりとか。 そ毎回その出社して通っててそこで話す機会は多々あると思うからうんそれはまあもちろん接点あるやろうけどまあそういうことで動画には出てこないけど話の流れで出てきたり動画の中で名前がそういうにうに片栗って呼ばれてたりとかするんよねでまあよくその当時かつて付き合ってたけど今は付き合ってないよみたいな話してたりとかしてたんよまあ実際そうらしいよねなんかその長く付き合ってて5年,5年とか6年とか付き合ってたんかなで付き合ってたけど 一旦別れてそのラファエルがねで別れて違う人と付き合ったりしたけどやっぱりあの子がいいなってあの人がやっぱいいなってなったらしいんやけどねまあいい話やんなそんなんなうん,うんうんおめ,めっちゃ喉痛い <laughs> <laughs> でもまあそれでその片栗って人とまあ同性をね まあ今もしているんかなよくわからん、まあ、その今同棲してるんやったらもうねほぼ婚約済みなわけやからあれやけどまあまあ結構同棲は長くしてるらしいんやけどそれも言ったら結婚するのを図るために、まあ、実際一緒に暮らしてみたらどうなのかっていうのを図るために、まあ、他の人もそうやけどねその同棲してみるっていうことをまあ何回も多分ラファエルもねもういい大人やからしてると思うねんけどまあその人ともしたんやってそしたらそのいいところの方が増えたんやって。 言ったらその同棲した時の方がいいところがもっと見えたんやってで悪いとこもまあ多少はあると思うけどもうそれが分からんぐらいいいとこの方が見えたってこれはすごいことやなって思うんまあ多分その人がものすごく素晴らしいという意味ではないよまあ素晴らしいんやろうけど <laughs> もちろん素晴らしい綺麗な人だと思うんやけど分からん見たこともないから何とも言えない一般の人だからねやけどそのまあそれだけね あのうん、な何て言うんかなすごいことやなって思うほんまに語彙力がなくなるぐらいもう,そうすごいとしか言いようがない、うん、その同棲してその悪いところもあったけどでもやっぱり好きぐらいのことやったらよくあると思うんよだから結婚しましたとか。 ね、そのまあ妥協できるって言った言葉は悪いけどその悪いところも見えた上でやっぱりでも好きなところの方が目立つとかあったら分かるんやけどより好きなところが見えたとかよりいいところが見えたって俺正直聞いたことないもん今まで同性とかがしてからとか今やれ結婚してからいいところの方が増えたとかっていう人それは多分純粋にすごいことやなと思ったそういう相手やったら確かに結婚もありやなと思う俺結婚はあんま 結婚願望もないししたいともあんま思わへんけど、まあ、もちろん相手がいれば相手がいればっていうかそう,そういう運びになるぐらいに相手が好きっていうかまあ好きな相手はいるよ。やけどそういう運びになるぐらいのことがあれば全然その絶対に死んでもやりたい結婚なんかしたくないとは思ってへんけどその結婚願望が強いわけじゃないねんなどっちかって言ったら。でもそういう人って思ったらそれしない理由もないし。 うん、かなと思うそれはすごいことやなと思う純粋にもうなん、うん、もう本当に語彙力ねえなって思われるかもしれんけどもうすごいって言葉以外しか以外浮かばないねそれぐらいすごいよ、うんうん、だってどうしてもその今まで隠しきれなかったさ悪いところな再三言ってるけど悪いところが見えたりとか そのまあだらしない部分が見えたりなんかその今まで見せてきた部分とのその何て言うんかなやっぱりその好きな人の前ではかっこつけたいからそれそのそこと矛盾してしまうだってそのかっこつけてるっていうのは本来の自分を若干偽ってる部分があるやろうから。 うん、一回そのキャラつけてしまったらみたいなのと一緒でえ今までずっとこうだったのにえこの人は実はこんなんやったんっていうマイナスな部分の方が絶対大きいと思うねんなまあそりゃラファエルの,その結婚相手の片栗の片栗って人が,あのがラファエルに対してどう思ったのかっていうことに関しては本人が発信する場がないからそれはちょっと分からないけどでも多分お互いに同じ気持ちなんだと思うから。 まあそれはね本当に最強のカップルやなって思ううんまあ今後のことは分からんけどね <laughs> 基本的にまあキャラっていうのもあるやろうけどその女との絡みが多い人やからねうんまあまあでもそれも分かった上やもんなだからそれが分かった上じゃないと付き合われへんやろうしねうんまあでもそんな感じであのー 同じ YouTube をやってるものとしてなんていうのはちょっとおこがましいけどまあ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 一ファンとしてえっ、ー、とラファエルさんおめでとうございますそんな感じでえっ、ー、とダークネス・ドーズでした <laughs> はいちょっとちょっとヘラヘラしちゃったなまあそんな感じでじゃあ皆さんバーイお疲れした